安のエンジニアシス MySQL の全文検索編。エルグラム、はい、今日は MySQL の全文検索についてお話ししていきます。まず一番最初に全文検索って何っていうことをお話ししまして、その後 MySQL での全文検索の実行方法と全文検索にモードっていうのがあるので、そのモードの説明をします。そして最後に全文検索での演算子について解説をして今日は終わろうと思っております。ではやっていきましょう。全文検索についてお話ししていきます。全文検索っていうのが何かと言いますと、複数の文書群からある特定の文字列を探し出すっていうことになります。全文検索には2種類あってですね、索引型って呼ばれるものと操作型と呼ばれるものがあります。 MySQL の全文検索って言ったら基本的にこのことですね。こっちはなんか全文検索じゃなく普通の検索みたいなイメージなので、こちらの索引型っていうのが全文検索になります。この2つどういう違いがあるのかを話していきます。まず一つ目、索引型っていうのはあらかじめインデックスを作成しておくものです。MySQL ではフルテキストっていうインデックスがあって、それを指定します。これインデックス作るんで基本的に高速です。ただ MySQL だとメモリの消費が多くてですね、気軽に MySQL で全文検索ができるっていうのにはいいんですけど、本番環境とかでバンバンアクセスするところでやってしまうとちょっと問題があったりするみたいです。で MySQL ではマッチアゲンストックですね、これが全文検索を行う時の区になります。次、操作型ってどんなものかって言いますと、このグレープ型って書いてるようにグレープのコマンドがやるようなことになります。これはですね、実行時に中身を操作する、実行する前から何か作ってるわけではなくて実行時に見ていきます。なので検索対象が大きくなればなるほど非常に遅くなっていくと。これはですね、 MySQL のライクックとかがそんな感じで操作型の動きをします。では MySQL での全文検索のやり方を見ていきます。まずですね、全文検索する前にインデックスを検索したいカラムに対して付ける必要があります。なのでまず最初インデックスの作成をやります。コマンドを見ていきますが、 create フルテキストインデックス、インデックス名、 on articles、 テーブル名、カッコカラム名ですね。このようにしてまず最初にこのフルテキストインデックスっていうのをカラムに対して付けてください。次にですね、実行するときはセレクト欲しいカラム名、 id テキ、タイトルテキスト、ボディとかですね。で from テーブル名、 where match カラム名、このカラムはですね、上で設定したフルテキストインデックスをカラムにしてください。で against 文字列、これはですね、テストとかホゲとかを含む文字列を検索してくれます。続いて全文検索の検索モードについてお話しします。検索モードは先ほどこのアゲンストでカッコ書いたけど中に文字列しかなかったっていうところで指定します。ここにですね、インなんとかとかモード名つけたらモードが変わるんですね。モードは3つあるので1つずつ説明していきます。まずナチュラルランゲージモード、これがデフォルトのモードになります。なので先ほど文字列だけ指定して特に何も指定しなかったんですが、それはデフォルトの動きなのでこれになります。ナチュラルランゲージモードは OR の検索はできるんですが、アンドとかの検索はできません。また完全一致ではなくて文字列自体を含む方が検索としてヒットするんですけど、 Google 検索とかみたいに一部しか含んでないとかもランキング低いところでは一致したとみなされるんで、完全に一致したものだけがセレクトされるわけではないです。ただスペルミスとかあったとしてもスペルに似たやつが検索されるので、そういう意味では役に立ちます。なのでまあ自然言語で検索してるようなモードっていうことなんだと思います。続いてブーリアンモード、こちらはですね、さっき完全一致ではないって話をしたんですが、こちらは完全一致のものを探します。またこちらはですね、アンド検索、ノット検索、グルーピングしたような検索とか複雑な検索ができます。どうやっていくかというと、アゲンスト文のところにアゲンストプラステストプラスホゲインブーリアンモードって書くとブーリアンモードで検索できます。でこのプラスとかが演算子で、このプラスはアンドを指していまして、この文だとテストとホゲを両方含む文章を検索します。次にナチュラルランゲージモード with クエリエクスパンション、これはナチュラルランゲージモードを拡張したものらしいんですが、どういう動きをするかっていうと、さっきのより曖昧な検索ができるみたいです。というのもこれ内部でですね、2回検索を行っているみたいで、まず一番最初に与えられた文字列で検索して、それに関連するものをまた検索するみたいな動き方
をするらしいです。で、どういうものなのっていうと、例えばデータベースっていうので検索したら、データベースっていうのは MySQL とか Postgre とかそういうものも含みますよね、意味として。データベースって文字列だけで検索すると、その MySQL っていう名前は出てきてるけど、データベースって出てきてないみたいな文章は引っかからないです。ただ、このナチュラルランゲージモードウィズクエリエクスパンションでは、案に含まれる MySQL とかの意味も含んで検索してくれるみたいなので、データベースって検索するだけで、MySQL って単語しか入ってないものとかがセレクトされるというものになるみたいです。検索モードは自分の用途によってですね、この3つのうちどれがいいかっていうことを選んで選択してみてください。全文検索の演算子についてお話ししていきます。全文検索の演算子って何っていう感じだと思うので、SQL から見ていこうかなと思います。Select ID Title Body from Article for...テーブル名、where、match、body、検索するカラム、against、検索したい文字列、in、boolean モード。で、演算子っていうのが何かっていうと、文字列の前につけてるやつとか、特殊な書き方をします。そこを演算子、呼んでおります。これについて学んでいきます。まず一つ目、or 検索。or 検索は、演算子っていうのは特になくてですね、スペースで欲しい文字列を区切ったら、or 検索になります。これは、ナチュラルランゲージモードでも使えますが、これ以降のものは全部ブーリアンモードで使えるものになります。次に and 検索。 and 検索ではプラスを使います。欲しい文字列の前にプラスをつけて空白で区切る。それによってテストとホリエ両方含んだものを検索できます。これここしか書いてないんで、これだけ SQL で書いても絶対動かないので。次 not 検索。 not 検索は欲しくない文字列の前にマイナスを書くと not 検索になります。なのでこれはテストっていうのを含まない文章を文章群から検索する。次グルーピング。テストっていうのとホゲもしくはフガが欲しいみたいな時はですね、テストとここをグルーピングすることができます。次にこれ完全位置っていうものがあって、ダブルコーテーションで囲うとテスト空白ホゲっていうもので検索ができます。他にもですね、まあ演算子あるんですけど、今回は結構よく使いそうなものだけをピックアップして説明しました。はい、今日は MySQL の全文検索についてお話ししました。まずですね、全文検索が何っていうものから、まあ、実行方法と検索モード、最後に演算子の説明をしていきました。今日は以上で終わりにしたいと思います。